前回多摩六都科学館で宇宙の謎に少しだけ触れた僕たち、あの卵の中にも何やら秘密があるみたい。何かの赤ちゃんが中で眠っているのかな。もしかして宇宙の赤ちゃんかも。宇宙から生中継だって、これ本当にやってるんですか？はい、これ実際に今地球の上をね、ISS 国際宇宙ステーション、この間まで若田さんがね滞在してたからニュースにもなってたんですけど、地球のね上空だいたい 400km ぐらいの高さを、ぐる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 回ってるので、だいたいどのぐらいで一周すると思いますか？1年で地球の周り一周する？お、結構かかるね。結構かかる。どのぐらいだと思う？3ヶ月。3ヶ月？どのぐらいだと思う？2ヶ月くらい。実際はね、90分で回ってる。だからすんごいスピードです。すんごいスピードで地球の周りをぐるぐるぐるで、今ね、ちょうどそうだな、エジプトあたりかな、アフリカの北の、東の端っこぐらいのところにねいて、実際にここにライブカメラって書いてあるんだけど、ISS にカメラがついてて、そのカメラで撮ってる、今撮ってる映像をここで映してます。これインターネットでもね見れますので、みんなのお家からでもね同じ画面を見ることができますよ。ちょっとずつ動いて。これ何？これ何これ？入り口にあったやつじゃん。実際に宇宙空間で今も宇宙空間を飛んでるものの、実際のサイズの1分の1のサイズの模型なんです。ボイジャーという惑星探査機なんですね。例えば木星とか土星とか、そういうものの姿をね、じゃあちょっと調べてみようってことで、こいつを打ち上げて実際に写真を撮ったりとか、周りにどんな星があるのかななんてことを調べに行ったのがこのボイジャーです。でこのボイジャーっていうのは今ね、人間が作ったものの中では一番地球から遠いところにあるもので、まだ今もね地球上と通信ができてます。でね、ちょうどあそこに金色の円盤みたいなのが丸いのついてるじゃないですか。あそこ、あれはね、ボイジャーのゴールデンレコードというふうに呼ばれていて、あの中には、打ち上げた時に地球上でいろんな音を収録して、その音をあそこにね、保存した状態でボイジャーにそれをね乗っけたんだよね。ボイジャーが打ち上げられた当時のアメリカ大統領ジミー・カーターは打ち上げの際にこうコメントしています。我々は宇宙に向けてメッセージを送った。銀河には2000億個もの星があり、いくつかの星には生命が住み、文明も存在するだろう。もしもそれらの文明の一つがボイジャーを発見し、レコードの内容を理解することができれば、我々のメッセージを受け取ってくれるだろう。なんだかすごくロマンチックな話ですね。そうですね。科学館楽しかったね。宇宙のこともっと知りたくなっちゃった。はるくん、科学館のね、メインはまだまだ残ってるんですよ。え？実はね、ここの科学館のプラネタリウム、星を映す機械ですね、は、世界一に認定されているんですね。ですので、今からその世界一に認定された星空を今から、皆さんと一緒に見に行きたいと思います。このドームはね、世界で4番目の大きさで、直径ね、端から端までが 27.5m あります。で、あの真ん中に見えるあの丸い機械、あれがさっき説明した星を映すための機械で、この機械が、世界一認定されているんですね。それではプラネタリウム始めていきたいと思います。皆さんの前に見えてきましたのが、ここ多摩六都科学館の周りの景色となっています。白くて丸いものが浮かんで見えています。太陽じゃない？これ皆さん何だか分かりますか？太陽か。そうです、これ太陽なんです。よくお月様と間違えられてしまうんですが、実は月はここに見えています。こちら上の方、高いところを見ていただくと、細い月が見えているのが分かりますか？ここがお月様ですね。ここからは開発中の ILC というものをですね、皆さんにご紹介をしておこうかと思います。では、スタートです。
我々が存在する広大な宇宙、人類はそのわずか 5% しか理解していない。宇宙は未だ解明されない謎に満ち溢れているのだ。そんな謎の4分の1を占めると言われるダークマター、存在することだけが分かっている目には見えない物質である。世界中の科学者たちがその正体を突き止めようと研究を進めている。だがダークマターはなかなか正体を表そうとはしない。科学の世界は今この謎に迫るべく、ダークマターを作り出すという超大型計画を推進している。それが国際リニアコライダー ILC、 全長 31km に及ぶ直線型加速器である。誕生したばかりの宇宙は超高温超高圧の世界であった。そして今では存在しない粒子で満ち溢れていたのだ。 ILC はほぼ光のスピードまで加速した粒子同士をぶつけ、宇宙初期に迫る世界を作り出す。ビッグバンの再現だ。その世界には目には見えないダークマターの秘密が隠されている。さらにそこには我々がまだ知らないもっと大きな謎も潜んでいるかもしれない。 ILC によって宇宙の常識が大きく様変わりするのだ。世界48カ国が科学の英知を結集させる ILC プロジェクト、建設候補地は日本だ。世界の熱い期待が日本に寄せられている。 ILC、科学の未来がそこにある。藤江さん、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、こちらありがとうございました。こちらこそ来ていただいてありがとうございました。ぜひまたね、お父さんお母さんと一緒に、家お家の人と一緒にね、遊びに来てください。はい、はい、ますます宇宙に興味持っちゃったね。はるくん、今日は連れてきてくれてありがとう。うん、今度おじさんに KEK という場所に連れてってもらうことになってるんだけど、一緒に行けるかどうか聞いてみる。あ、ちょうどおじさんから電話だ。もしもし。もしもし、はるくん、多摩六都科学館は無事に見学できたかい？うん、ちょうど今終わったところ。おじさん、紹介してくれてありがとう。宇宙のこと、いろいろと分かったかな？うん、すごく楽しくて、宇宙のことにますます興味が湧いた。それで、友達も連れてきたんだけど、みんな大満足。そうだ、今度の KEK のことなんだけど、友達も一緒に連れてきていい？もちろん。そうだ、友達も一緒だったら、KEK に行く前に宿題を出すよ。ILC について理解を深めるために、ILC を体験してもらおう。宿題の内容は第5話で話すよ。第5話？おじさん、どうだった？ KEK は一緒に行ってもいいって！やったー！ただ ILC を体験するっていう宿題が出たんだ。 ILC ってさっきプラネタリウムで出てきたやつだよね。面白そうな宿題じゃん。やろうやろう。 ILC には宇宙誕生の謎があるんでしょ。 ILC を調べてもっと宇宙の謎知っちゃおう。じゃあ今日から僕たちは ILC 調査隊だね。なんかもっといい名前ないかな。ILC 科学少年団は？いいね。よし、じゃあ ILC 科学少年団結成だ。ILC 科学少年団ではご意見ご感想をお待ちしています。ご応募いただいた方の中から抽選で毎月20名の方にプレゼントを差し上げております。ぜひご応募ください。次回は僕たち ILC 科学少年団が ILC について体験します。次回も見てね。